アファール州アファール州はエチオピアの州。面積は72,053平方キロメートルで2015年の人口は172万3 0 0人。人口密度は23.9人平方キロメートル。州都はセメラ。アファール州は北東の桃色の領域エチオピア北東部に位置し、北部をエリトリア、東部をジブチ、南東部を ソマリ州、南部をオロミア州、西部をアムハラ州、北西部をティグレ州に接する。州のほぼ全域がアファール盆地という低平な平原になっており、降水量が少なく乾燥しているのでほとんどの領域がダナキル砂漠という砂漠になっている。また、アフリカで最も低い場所が存在する。1926年に噴火したダロル火山は、 陸上にある噴火口としては最も標高が低い場所にある。民族構成はアファール人、アムハラ人となっている。宗教は95.3%がイスラム教、3.9%がエチオピア正教である。北部のアワシュシュカワシモ流域は320万年前の化石人骨、ルーシーの発見場所として世界遺産に登録された。 ルーシー骨格の複製、シティポピュレーション閲覧日、2016年8月22日、ありがとうございます。